少女時代、ユナ、キングザランド放送終了の感想を語る。皆さんにも、真の幸せを見つけてほしいヌーズン2023年8月7日17時38分写真=SMエンターテインメント少女。時代のユナが、キングザランドを通じて、再びドラマのヒットクイーンの座に輝いた。ユナは、JTBC 土日ドラマ、キングザランド、脚本、チェロム、チームハリマを、演出、イムヒョヌク、制作、NPO エンターテインメント、by4M スタジオ、SLL で、美しい笑顔と優れた能力を持つキングホテルのNo.1社員、チョンサラン役を熱演し、多くの人々に愛された。さらに、ウォンラブ、サラン=愛、カップルという愛称で支持を受けたクウォン、午後2時ジュノとのロマンスも視聴者をときめかせ、大きな反響を得た。チョン・サランの成長と甘いロマンスのおかげで、放映の間、話題性ランキング上位圏、ネットフリックスグローバル1位など、大きな人気を得た、キング・ザ・ランドは、最終回の視聴率が、全国 13.8%、首都圏 14.5%、ニールセンコリア基準で自己最高視聴率を記録して放送終了し、ユナは前作ビッグマウスに続いてドラマを2連続でヒットさせ、女優としての進化を再び証明した。ユナは10ヶ月間皆が最善を尽くして撮影した作品であるだけに、放送が終了したことがより特別に感じられます。本当に頑張ったけれど、その気持ちが通じたようで、愛情を持って見ていただき、愛してくださった視聴者の皆さんに心より感謝します。真の自分の幸せを見つけ、本気で成長した、キング・ザ・ランドの中のキャラクターたちのように、キング・ザ・ランドを愛してくださったすべての方々が自分を愛し、本当の幸せを見つけられるように応援しますと、心のこもった放送終了の感想を伝えた。元記事配信日時2023年8月7日9時14分記者、ペ・ヒョジュ。